もうゆったりと、はい、お願いします。ちょっと最初声を大きく。はい、どうも、水溜りボンドです。お願いします。ね、毎日動画頑張っていきましょうという。頑張っていきましょう。はい、トミーです。カンタです。はい、よろしくお願いします。お願いします。米村伝城先生にお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はじめまして、よろしくお願いします。いや、ちょっと。レジェンド級。いやいやいや、本当です。いやいや、なんか、うちの元気とか、はい、お世話になってるみたいな。いや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 。これどんなかなと思って興味あったので。今日は、ガラス。どんなものができるかってことを、ちょっとサンプル作ってきました。はい。ビードルとかポッペンとか、はい、このガラスが薄くて、はいはいはい、触ると分かります。こんな体験ないっすね、うん、貴重な体験です。じゃあもうぶつけていきますかね、もうね。はい、行きましょう。ぶつけてやる。どうする、簡単。あ、じゃあぶつけていきます。危険ではないんですよ、メガネしてれば。はい、でエアを、はい、で、くるくる回していきます。あ、もう結構ね。あ、いいじゃない。カッと口に加えて、冷めちゃうとダメだから。はい、で、プラッと、その時に火についてていいんですか。火から出して、出してから振っていく、はい、火の中でやると割れちゃうので。はい、じゃあ出しますよ。すぐに口当ててて、ね、口当ててて、で、はい、吹いてください。プラッ、あ、おそらい、あ、あ、すいません。プラスチックみたいな。いや、でも爆発してたんで。それは吹きすぎたから。そう、吹きすぎたからそれで爆発しちゃった。そう、風す。爆発しちゃった。そう、風す。爆発し、しないで、大丈夫だ。しないでやってみますか。しないでやります。もうちょっとピューッと。もうちょっとでこの横にして。はい。それで温めて、じゃあもう吹けますよ、いつでも。いきますか。うん。いつでも。いきますね。はい。はい。心臓じゃん。腎臓みたいな、ね、腎臓だぞ。腎臓だぞ。なんでこんなに薄く伸びるかっていうのもちゃんと科学の原理があって。はい。溶けて、あ、そこ熱いっすよ。刺りました。いや、ギリ触ってないです。触ってない。吹き方うまくやれば均一に。今はただ単に大きく膨らましただけなんですけど。ガラスにあんまりだから弾力がない。だからそのバネを作ってみたら、でガラスが本当に全然伸び気味しないんだったら、バネの形にしても、はい、ちょっと伸ばしたらパキって割れちゃうわけで、そういう用意ですね。でその引っ掛けるところを出しといて、こう回すと、はい、こいつをその先っちょをピッて置けばいいですか。引っ掛けて、見てどうぞ。引っ掛けて、引っ張る。引っ掛けて引っ張る。こっちに手前に固まっちゃったね、かな。あ、ダメだ。はい。はい。終わり。いつでもですね。では、行きますよ。次見せたら帰ります。はい。かけて、引っ張る。あと、くるくる巻いていく。おー、そうそう。おー、すごい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 。あ、でも最初にしては結構いった。はい、ここまでですね。え、わかるかな、この緑色がバネになったら。やっと、できた。いや、ちょっとこれ。絶対できないな、ほんと。はい。うわあ！いただきます。いただきます。まだあったかいでしょ。あったかい。まだ生きてるみたい。科学の上の方は結構。あれマジか。すげえ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 。本当だ。すげえ。あ、これがガラスなんですね。そうそうそう。こうボヨンボヨン。めっちゃ怖い。わあ、でもすごいですね。伸びる方もほら。あ、折れた。これです。いや、すごい。初めてのバネ。ガラスのバネ。ガラスのバネ。まあ変な光景だよな今。ガラスこうやってやってんだもんな。うん。マジですごい。おお。なるほど。すげえ。これはすごいですね、確かに。カールみたいになるんで、はい、紙にどんどん、はい、ああ確かに、カールでこういうのあったよね、ありましたね。いや、お前思い浮かんでんのかちゃんと。これやっぱいいっすね。いいならいいけど。
お前、お前マジ何してんの。もうダメだ、もう何あいつ、何あいつ、何あいつ。ということで、以上今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日、ありがとうございました。